スイスの国際経営開発研究所が1日発表した2020年世界デジタル競争力で、韓国は今年の調査対象国63か国中、昨年よりにランクアップの8位となった。IMD は新技術を理解し学習できる能力、デジタル革新を開発する能力、今後の発展に対する備えなど、計3項目で評価した。韓国は昨年の2019年に初のトップ10入りを果たし、 今年は8位を記録した。日本は27位にランクインしたが、昨年の23位からランクダウンした。アジア太平洋地域の14角国のうちで韓国は3位となった。1位はシンガポールで、2位は香港であった。また人口が2000万人以上である29角国のうちで韓国は、米国に続く2位となった。今年のデジタル競争地からランキングの全体1位は米国であった。 2位はシンガポールで、3位はデンマーク、4位はスウェーデンとなった。5位は香港、6位はスイス、7位はオランダだった。